さあ無事戻ってきました。マスター隊も開いた光景ですけどね。でここからまたこの電車は伊勢沖津行きに変わるんですよね。マスター計測も回収されましたね。アクセスいいですね。そのまま13時3分までにね、小林のワンマン列車やってくるんですね。じゃあちょっと伊勢の様子でも見に行こうかなというところなんですけど、ちょっとね、あのね、あえてね、ちょっと一回降りようと思います。っていうのはね、言った、さっきも言ってましたけど、ちょっとね、ATM に下ろさないとね、今1000円ぐらいしかね、財布の中にないんでね。さあ、どうかな。ちなみにこれ、近鉄方面ってと、そのまま乗り換えができるんですけど、ちなみに、駅でね、生産できるんで、基本的に生産は車内でしなくていいんですけど、なんかね、近鉄に乗り換えを直接する場合は、ここで車内です。車内で生産をして、で、生産証をもらって、それでまさかから乗りましたよって近鉄の証明になるみたいです。ですから、降りずにね、そのまんま近鉄の方の乗り換えもできるみたいですよと。よいしょ。松阪駅こんな感じ。こっち側って乗り場あったっけな。結構、8番乗り場まであるんですよね。あ、普通にファミ、でも、ファミマは嫌ですね。手数料かかるよな。どっかにないかな。どっかになかったかな。イオン銀行の ATM ね。すごい。3分、9分、11分にて、こんな感じでね、どんどん来ますけどね。このね、やはり圧倒的な格差がありますからね。あ、こっち側も出口あるな。あ、こっちの出口って使ったことないや。いつもね、あっち側ばっかし使ってますね。南出口になるのかな。あっちがまあメインの出入り口って感じですけどね。あ、こっちは近鉄って感じですね。こんな出入り口あったんだ。行けるのかな。よいしょ。あ、大丈夫だ。さすが近鉄、ちゃんと JR のやつも対応しますね。こんな乗り場、あ、こんな出入り口あったんだ。さあ、地方、でもこっちの方がやっぱし乗り場としてはなんか、こじんまりしてますね。タクシーはあるんか。バス乗り場はないですよね。向こう側しかないですよね。こんな感じなんですね。あんまりこっちで降りれない理由の、もう一つの理由がね、私大体ね、まさかに用事があるときっていうのは、京町とかね、愛宕とかね、あと前の下田とかね、あっちの方にね、大体用事があるときに、ね、まさかに来ますんで。そうするとやっぱしね、向こう側で降りた方がね、がぜん便利なんでね。まあ、京町って言ったら一応こっち側も京町なんでしたっけ。なんか京町広いんですよね。そうそうそう。こっちも京町行くな。この辺りもね、細かくね、いろいろとね、いろんな店がある。これがね、まさかのいいところですよね。当然ですけど、ちょっと探せばね、いくらでもまさか牛食べれるところね、ありますからね。あ、どーんと電車来ますね。で、これが鳥羽行きの、あれかな、列車なんですよね。まあ、これは見送って。見送って。まあ、どっちかっていうと、私的にはこっちの方のが見慣れた光景というか、そっちが駅前の方でね、そこからすると南の方に行くと、この辺りに愛宕とかいう地域に入ってくる。ね、この辺りのね、そこちょっといたところに、その雇ったカラオケ屋さんがあってね、そうそうそう、元の入りこんなもん出ようかな。ぐるっとね、こっち側に回ってきました。やっぱこっちがメインって感じですよね。まさか駅はなんか知んないけど、乗降客数は絶対に近鉄の方が多いのに、この辺りの共用駅、桑名もそうですし、真坂も通はまたし、通もそうだな、伊勢市駅ではもう完全に JR だけですけど、ね、全然乗り場の感じが、JR の方のメイン感があるんですよね。さあ、ATM が、しまったー。セブン銀行か。イオン銀行じゃなくてね、セブン銀行となるとね、逆にイオン銀行下ろせないんですよね、実は。まあ、それは提携するはずがないね、水と油ですからね。どっかに ATM ないかな。
で調べてみたんですけどね、こんな感じ地図で見たらね、なんとびっくり、まさか全然あの駅前にイオン銀行の ATM ないんですね。いやー、しまったしまった、ねまさかって言ったら俺あると思ったんやけど、だってもともとマックスバリューの本社ね、実は まさかにあったんですけどね。あれこんな感じで結構イオンが強いところやからね、イオン金庫の ATM ぐらい駅前に一つぐらいあるだろうと思ったけど、ないんですね。まさかのね、全くの敵さんのセブン銀行の ATM があるというありさまでございました。JR 側はこんな感じ、メインはこんな感じ、ね、こっちが緑の丸口なんかもねありますし、こっちがね近鉄の切符流派になる、まあ東急券も当然に対する友人駅ですよと、ということでね、降ろしてきましたけどね、やっぱしね、あのイオン銀行はやっぱりセブン銀行と提携してないみたいですね、ダメみたいなんで、よくわからなかったので、まあ、とりあえずね、別の口座に5000円くらい入っとったんで、とりあえずそれを降ろして、まあまあ5000円じゃなんとかなるでしょう、ね、まあ、ちょっと、まさか牛に行くにはちょっと勇気がいる残高ではありますけど、ね、せっかくまさか来たやっぱね、荒竹さん行きたいですよね。どっちにしろ13時45分の快速名なんか、それはそれで面白いな。どうしような、まあ、このままね戻っててもねつまらないですからね、まあ、せっかくなんでちょっと鳥羽というよりは伊勢市の方ねちらっと見てみますか ね。さてね買ってきましたけどね、牛肉弁当でしょ、こんな感じでやるんだけどね、ね、駅弁いいですよね。やっぱね、こういう旅はね、駅弁ですよね。これ、あのちなみに、校内側のね、やつ、こんな感じ。こんなクリアファイルなんかもやってんだね。レッドはちょっと後で開きましょうか。しかし、あれですね、IC カードのチャージは、JR に、これ JR のやつですよね。が置いてあるんですね。千円札のみってなってますけど。ちなみにあのね、散々言ってますけど、こっちからはね、あの、ね、完全に JR の IC のやつね、ありますけどね、JR 線では IC は使えませんからね、ここで気をつけないといけません。まあ、こういうところには使えるようになってますからね、便利は便利ですけどね、持っとったら。あと、近鉄の方は問題なく全然使えますからね。昔はあれか、ここのベルマートのところが、うどん屋さんでしたっけ？うどん屋さんありましたよね、そうそうそう。昔食ったことあるんですけどね、うどん屋さんのことも見ましたけど、まあ、こっちのね、荒滝さんの方は、ね、現役、名称線にご乗車ですね。まあ、早速乗ってきましたからね、よいしょ。いい旅でしたね、ちなみにこういうふうなね、特段ね、回数券なんていうのは、これで、まあ、まさかをね、あの近鉄特急とね、こう、競合するという。もうだいぶ安くなりますね。通名古屋間が790円ですからね。まあ元がだいぶ高いですからね。どうしても元の値段で言ったらね、遅い上に、完全に近鉄の方が早いですからね。急行使ったらね、全然早いですし。特急料金とね、いいぐらいの値段になる。特急だったらもうあっという間ですからね。何せあの、高速特急に乗ったらノンストップで名古屋まで行っちゃいますからね。で、これで、いせし、ね。清潔とハーメンね、こっちの方からまた降りて、まあまだまだね県内移動ですから、まあお伊勢さんどうなんでしょうね。あ、もしあのとりあえず行ってみますけど、お伊勢さん行ってめちゃくちゃ混んどるわってねいう状況でしたら、さすがにもう、撮影せずにね、もうあのすぐにそのまま引き返そうと思ってます。そのままそばとか二見の方にね回ろうかなと考えてますんで、まあそれはちょっと様子見てやったこと思います。あ、もう電車出てたな。13時9分のね、発車ですもんね。特に出ててますね。もしかしたら、あまりゆっくりお弁当を広げる時間がないかもしれない。というかね、今度ったらね、座れなかったらね、快速だとちょっと厳しいですけどね。よし。もうこの辺りとか昔からのね、電車の流れですよね。こういうところにね、水の出す。あの手洗い場があるね。顔とかも洗えるようになってるんですよね、確か。蒸気機関車とかが走っとった時の名残なんでしょうね、確か。ちなみに
にね、このね、牛肉弁当とかね、あの毛太郎弁当は実はまさか牛ではないんですよね。黒毛和牛ってことで、まあでも黒毛和牛で牛なんですよ。まあね、でもせっかくね、あのまさか来たんだからね、それはまさか牛でしょうっていう方はね、こちらの方ってことですね。ちょっとね、やはりお値段がね、ちょっと入りますけどね、3800円とかっていう値段より、こっちはもう正真正銘のマサゴシが使われるってことですんでね、あ、これはこれね、あの美味しいんですけど、まあね、今回はね、ちょっと定番の方からいってみました。あの、さっきも言った通りね、ちょっとね、今ね、ちょっと、ね、なかなかね、今ね、5000円っていうとね、さ、この後の借り方、なかなか大変なことになりますんでね。